はい、皆さんこんにちは、アタランタの高です。今日1月28日日曜日、はい、初ゴルフ行ってきました。寒いですね。昨日雨降ったんで、結構芝はべちゃべちゃでしたけど、でもやっぱりゴルフは楽しいということで、まあやっぱり今年も頑張って、ゴルフやります。今日日曜日なんで、NFL のチャンピオンシップやってますけども、まあそれはさておいて、もう一回ね、この前投稿した松本人志問題の、まあこれ続編ではないんですけども、他の YouTuber が言わないことで私が疑問に思うことで、おそらく皆さんも同調してくれると思うんですけども、これはね、私の見方は全然違う方向で、まあ彼の本当不同意、暴行はどうでもいいわけですよ、私にとっては。で、まあ、これ前もしゃべりましたけども、結局そのいじめの問題が大きな問題で、それプラス、違うね、まあ、同じその JP プレスの中でも書いてあったんですけども、これ言いますとね、例えばそのコントの中でね、やすし君っていうのがあって、それでまあ横山やすしをねずっとまあ中傷するねコントを作ったわけですよ。でこれに対して横山やすしの、家族ね、例えば奥さんの名前恵子さんって言うんですね、でから長男が和也、まあ暴行で役者もできない、芸人できない男、それからもう一人子供がいて、光ちゃんって言うんですけど、3人いる、要は遺族がいるわけですよ。でこれがね、そういう中傷ネタをやめてくれないかという抗議をしたらしいんですね、テレビ局に。でも結局やめなかった。で安志が死んで、2日後まで放映があったそうです。それでようやく終わったみたいですね。でこういうことがあってね、じゃあどうして彼らは訴えないんだろうかと、横山家はどうしてダウンタウンなりね、テレビ局訴えないのかなと思ったわけですよ。そしたらおそらく死ぬ間際、結局吉本開口になって安は反社との付き合いがあったんですよね。で最後は結局そこからお金をもらっていたみたいです。まあそういう引け目があって、そういう行動を起こせないでいるのかなと思うんですけど、もし私が横山やすし の遺族なら当然訴えます。これこそまさに名誉毀損なんですよ、中傷ネタでね。で今回その松本人志がね、例えば文春を訴えたっていうのをいろんなまあ人の YouTube、まあ、パーパーパーと見ましたけど、誰かが言っていたのは、いや彼はね、家族を守るためにね提訴したんだよということを言ってましたけど、実際にね、松本人志には奥さんと子供が一人いて、子供が確か15歳か16歳で、これ私ネットで調べたんですけど、名前がね、テラちゃんって言うんですよね。でテラっていうのはスペイン語で大地とか地球とか、まあそういう意味があるんですけど、そういう意味でつけたらしいですけど、まあ多分ひょっとしたらこの子がね、今度学校でねいじめられたかもしれない、お前松本人志の娘だろ、お前のところ父ちゃんひどいよなとかね、ガン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 言われてる、おそらくそういうことが学校で起きてるんでしょう。でまあそういうのもあって、お父さんは家族を守るために立ち上がったんじゃないかとね。だったらあんた、じゃあ十何年前に何やったんだよね、横山家がね抗議してるのに延々としてね、恨みで安志君を継続したんじゃないかいっていうふうに私は言いたいわけです。で知らない人のために言えばどうして松本人志は横山安志に対するそういうギャグをやったかというと、若い時にね、ダウンタウンはこれ YouTube で私も見ましたけど、ライト兄弟っていう名前でね、一回なんか漫才コンテストかなんか出てるんですよ。でその時の審査員が横山やすしだったんです。
で、いわゆる親とかね、親とかを中傷するネタをやってて、で、それに対して横山やすしが、あんたたちの芸はね、要は漫才は漫才じゃないよと、あの王道から外れてるよと、あのそういうお父さんをいじめるようなね、そういうふうなネタはやめなさいという、まあそんなこと言ったらしいんです。で、それに対して松本人志はずっと延々と恨みを持っていて、最後までそういうやすしをいじめたというのが定説のようです。で、その後ももう一回なんかあのちゃんとプロになってからも言われたみたいですけどね。で、結局それがまあ何かというと、あのやすし君っていうものでギャグでいじめていったと。で、実際葬式にも行ってないらしいですね。お通夜葬式、松本人志は行ってないらしいです。同じ吉本興業の芸人でありながら、はい。で、まあビートたけしはちゃんとなんか新幹線の最後の夜行で行ったとかね、ちゃんと線香をあげてるわけですよ。まあそんなことがあってね、だから松本人志問題まだまだ続きますけど、まあ松本人志の問題ではなくてダウンタウンの問題であり、マスコミの問題であり、メディアの問題ですよというのを私はあの重ね重ね言いたいと。で、まあ、あの吉本はおそらく今からどんどん衰退していくでしょうね。で、テレビ見る人もいなくなるしね。だから自然的にはいい方向で向かってると思うんですけど、もう本当につまらない芸人もののテレビは見ない方がいいなと私はつくづく思います。はい、以上でした。